前回の環境モーターショーでデビューした環境に優しい電動シティコンピューター VIVO、 キュートのデザインやドライバーをサポートするさまざまな先進技術で話題になった VIVO がさらにスペースアップに、そしてより頼れるタイプへと進化しました。お待たせしました。僕の出番ですね。皆さん、はじめまして。僕、ピボ2です。まるで友達のようなフレンドリーな人が、ピボ2は言葉や表情でコミュニケーションできるんです。都市生活での使い勝手の良さ、こんなことできたらいいなを革新的な技術で実現したピボ2。運転はしたいけど自信がない、そんな方にもぴったりです。面倒な方向転換もピボ2自慢のキャビン回転で楽々、バックの操作も不要です。いつもキビキビと走るピボ2、乗っているだけで、きっと楽しい気分になれるでしょう。でも、時には狭い路地で運転が不安になったり、割り込みされて落ち込んじゃうこともあるかも。そんな時、ピボ2はあなたをじっと見つめてくれたり、思わぬ言葉で元気づけてくれたり。ピボ2はあなたをほっとさせてくれる。そんなパートナーなんです。運転上手くなったね。本当？本当に。ピボ2は電気で走る車の夢を形にしました。思わず抱きしめたくなるようなユニークでキュートなデザイン、超コンパクトな電動ユニットなど、日産の先進技術がこの形を可能にしたんです。先進のメタモシステムにより4つのタイヤの位置や向きを自由自在に変えることができるんです。発進、加速や急停止、高速でのカーブなど、さまざまな走行シーンで自動的にタイヤの位置を最適なポジションにコントロール。四輪にかかる力を均等にすることで、どんなシーンでも安定して走ることができます。例えばキャビンを90度回転させてタイヤを真横に向ければ重力駐車も簡単。様々なシーンでタイヤの位置を変えるとき、ドライバーは難しい操作をする必要はありません。駐車位置の微調整なども、ピボ2は言葉でサポートしてくれるので、さらに安心です。駐車 OK、 どっちに降りる？ピボ2は便利な前ブレーキドア、駐車後はキャビンを回せば前後左右どこからでも安全に乗り降りできます。コンパクトなボディに大きな窓、いろいろとした開放感あふれる3人乗りの室内、お友達となっても一人の時もおしゃべりが弾む、あなたの楽しいパートナー、ピボ2。ピボ2に搭載されているさまざまな先進技術は、後ほどお隣のコーナーで詳しくご紹介いたします。どうぞそちらもご覧ください。